パート2は WH10V3 から始めていきます。ご存知の方も多いと思うのですが、ジョンの WH10V3 はウィルソンエフェクトがモディファイしたものを使用しています。その他のエフェクターと同時使用してサウンドチェックをしていきたいと思います。次はモーガフォーガー MF101 やマイクロトロンを試していきたいと思います。 MF101 のカットオフから CP251 と接続してこの音を作っています。独自のバブルサウンドが特徴的です。マイクロトロンはダウンモード、ハイモードの両方を試していきたいと思います。フェーズ90はオンにすると信号がブーストされるので、オンにした時にボリュームが下がった印象がないので使いやすいです。スラップバックディレイに設定した TDS1002 と合わせて
スローアウェイテレビジョン風なサウンドを試していきます。もしかするとフランジャーの方が近い質感を得られるかもしれません。以前ジョンはモーガホーガーの MF103 12ステージフェイザーを使用していました。次はフランジャーと複数のディレイを同時使用してノット・ザ・ワン風のサウンドを目指してみました。ライブでは CE1 もオンにしていましたね。はい、その他のディレイも試していきます。DD500 は Don't Forget Me で使われていると思います。CE1 をオンにしてアンプを2台接続しステレオアウトする場合、L 側はエフェクトがかかってないドライ音が鳴ります。 R 側はエフェクトがかかっている信号がややブーストされたウェット音が出力されます。それらを空気中で混ぜることによってコーラスやビブラートサウンドを作っています。ヘッドホンで聞くとちょっと変な感じに聞こえてしまうかもしれません。今回は L 側にシルバージュビリー、R 側にメジャーをつないでいます。ドイツでライブを見た時 CE1 のサウンドが今までと異なって聞こえました。その理由は何だろうと
ずっと考えていましたが、接続を以前と逆にすることによって解決されたかなと個人的には思っています。ここまでご視聴いただきありがとうございました。次はパート3になりますが、トークのないビデオになります。よろしければご覧ください。ありがとうございました。